昨日から利用しております JR 東海の名古屋駅から今日もスタート、奥のネットカフェ自由空間に泊まりました。ここはねシャワーもついていて、しかも結構設備が充実してるんです。なんか空いてるんですよね。名古屋駅の前でそんな水して大丈夫かと思うんですが、そんなわけでよく便利に使わせてもらっています。今日の予定ですが、東海道線を東に進み、途中豊橋浜松を経由して今日は静岡までの予定です。非常に簡単な分かりやすい工程。名古屋駅のこちらは太閤通り口、桜通り口と太閤口とありますけれど、こちらが新幹線口と呼ばれておりまして、よく私が使うのはここの地下街エスカと言いますが、この地下街ではね、名古屋っぽい食事がいろいろとできるようなところがあって、朝はモーニングメニューも充実しております。もともとは三重県発祥らしいですけどね、味噌カツ、それからこんなもんだな、お金あるときにまた来たいですね。エビフライ、なんかエビフリアとか言うとか言わないとかいう話ですけど、実際そんな言わないんじゃない。あとは名古屋コーチン、手羽先、これも有名、そしてひつまぶし、それから名古屋といえば小倉トーストという朝ごはんに食べるようなものもあります。これですね、名古屋ってね、いろいろ変わった食事を出すようなところが多くて、まあ、これも随分下手物の方に入るのかなと思います。まあでも美味しそう。今日はね、マウンテンっていう変な喫茶店に行こうと思ってたんですけども、残念ながら定休日のようです。あんかけスパゲッティだってさ、これもまたわけのわからない料理、でも食べてみれば美味しいんですよね。台湾オムレツ、もう何が何だかわからんな。いろいろね、美味しそうなものたくさん、楽しそうなものもあって、変わった店もあって入りたかったんですが、まあやっぱり1000円ぐらいはないとちょっと楽しめないというわけで、朝はちょっと高いかと思いますから。それからですね、しばらく作らなきゃいけない動画もあったんで、もうこんな時間になってるんですが、これから名古屋万博、愛知万博の跡地、万博公園に行こうと思ったんですけれども、しかし今日は火曜日ですが、前日祝日のため今日はお休み。だから行ってもね、大体のものが、当時のパビリオンの名残である大観覧車とか万博の記念館とか、そういったものほとんどやっていないということで、行っても仕方ないから、まあ、リニアモーターカーも乗りたかったんですが、仕方ない、今日はもう結局行かないという選択をせざるを得ません。片道に、50分1650円かな、往復で1300円かかりますんでね、もう名古屋は離れるしかないでしょう。名古屋より2駅、ここは熱田です。かなり大きな駅でホームをずらーっと並んでいますが、快速列車などは止まりません。前に背広チャンネルの方で紹介しましたけどね、ここは熱田神宮の最寄り駅、ここが1番線2番線で、奥が3番線4番線なんですが、この1番線2番線ホームのお隣にもまた番号のついていないホームがあって、今回送の車両が止まっています。見るとなかなか珍しく、ホームの上に乗用車が止められています。これは一般のお客さんが利用することができないホームなんですが、昔はここに貨物列車を止めていた時もあって、もともとは貨物列車用のホームでした。で、列車に、自動車を乗せて運んであげるカートレインという売れ筋の JR の商品が昔はあったんですが、そういう時に東京から自動車を持って、ここまで車と一緒に電車に乗った人たちが、特別にこのホームを使うことができていたようです。現在も幅が広いので、まあ、JR 関連のなんかJR の社員の人たちの車かな、なんか止めてある、なかなか面白いホームですよね。熱田駅これなんですけど、昔から結構重要な駅だったんで、こっちにも熱田駅ってあってね、使ってない部分が残ってたりします。 JR 東海の名古屋駅は今ではあのようにすごく栄えていますが、なんでも昔はど田舎で、なんかもう普通に草むした中に適当にあったらしくてですね、もう駅から名古屋城まで結構離れてるのに、お城の社長庫まで見えるぐらいだったそうですが、それに対しこの熱田駅はすぐもあそこから始まっていますが、熱田神宮がありますんで、昔から割と都会だったんだそうです。いや、この熱田駅前の神宮前商店街なかなかいいぞ。もうなんか40年前ぐらいのがそのまま保存されているような感じ。最もシャッター街になりがちですが、商店街が終わると熱田神宮の入り口になって、またこちら巨大なバーンという駅、これいっぱいですね。名鉄のすべての列車、特急も止まります神宮前駅。熱田駅はもともと名古屋地区で一番栄えていた駅だったらしいんですが、ここに名鉄線が神宮前駅を開業させてから、こっちの方が便利だということで、栄えた中心地は少し変わってしまったようでした。
熱田神宮の参拝にもここが一番近いのですが、でもね、あの商店街をぜひ見るべきだと思いますので、私は JR で来ることをお勧めします。皇室ゆかりの神社、三種の神器の一つ、草薙の剣のあります、ここが熱田神宮です。歴史は本当に長いものです。名古屋の街の発展のおそらくきっかけもここにあるんじゃないかな。境内にはこんな古そうな土壁もありますけど、これは織田信長が桶狭間の戦いで今川と戦う時に、勝てますようにとここでお願いしたら本当に勝てたので、うわーありがとうございますと言って、それですね、こんな風なもの土壁を作ってここに寄贈したそうです。まあ奉納というのかな、日本三大土壁の中の一つと書いてありました。寛平大社の境内にはこんな立派な鶏もおります。まあ、今日はねこれを見に来たんですが、宮崎神宮に前に見に行った時は会えませんでしたけれど、随分立派ですよね。特にトサカが素晴らしい。多分鶏肉にしてもいいものが取れるんじゃないかと思います。でもこれ神聖なやつなんでね、勝手に持って帰ったりとかしたらもう大目玉ですよ。もちろんこれは勝手にここに生息しているものではなく、この熱田神宮で放し飼いにしているものですから、どっかで餌をもらうこともあるようです。今ねちょうどここでココーと鳴いているのが聞こえたので、見られましたが、まあ、前に来た時はね早朝だったんで普通に歩いているのもいたんですけれど、そんなにたくさんいるわけでもなく、まあ、運が良ければ見られるぐらいのものかな。ただ奈良公園の鹿と同じようなノリでして、もともとなんかここにいたらしいですね。今では確かに餌もやっていて大事に扱ってるらしいんですが、まあ、割と勝手に住み着いた的な性格が強いんだそうです。これは名古屋名物の名古屋コーチンでもあります。そんなこと言われたら鶏も困るでしょうけどね。まあ、立派な首回りだ。こっちからもまた別の鳴き声がしましたんで来てみたら、これもまた立派なオンドリ、ちょっと色が違います。こんだけ人に囲まれても鳥は動じません。まあ、多分いつも囲まれてますんで鳥側としても慣れてるんでしょうね。近づいても逃げる素振りはないし、向こうから近づいてくるということも特にありません。おーおーおーおお左ね、火をつけたかのように走り始めて、急にあんな上に飛び上がってびっくりした。あんなこともやるんだな。鳥が移動すれば人もついていきます。さっきから背景に映ってましたけど、この熱田神宮の名物は三宅紙面、大正時代に売り始めたそうです。でこれのね、もう売ってる人がガヤガヤしてる目の前で鳥があんなことやるぐらいですんで、もうこれですから、鳥も全然気にしないんでしょうね。ここで私も紙面今まで食べてませんでした。食べようと思います。至る所から鳥の声がすんな。これが紙面ですけども、三宅紙面さんは結構高級な部類で、1杯冷たいもの750円、名古屋駅などではもっと安く食べることもできます。でもうすでにちょっとねちっちゃいやつを食べてしまったんですけども、これでもなかなか高級な部類に入るとは言いましたけど美味しいんですよ。これさぬきうどんみたいな感じでコシが強くて、まあ、私そういうのが好きですから、今後もたまにはね機会があれば、まあ、それこそ熱田神宮など来た時は食べようかな。通常のこれまで食べてきたきしめんとは随分麺の様子が違うわけです。750円と高級なんですが、まあ、上にですねこんな油揚げみたいなやつとかほうれん草とか、まあ、椎茸、たくさん具は乗ってますから、まあ、思ったほど高い方には入らないかもしれません。帰りは神宮前商店街の味のある看板を皆さんに見ていただきながらにしようと思います。正面では私の乗る JR 東海とすぐ脇を走っている名鉄線とか競合しています。名鉄ではねあんな感じパノラマスーパーっていうのもあって、安い料金で面白い景色を楽しむことができるんで、まあ、ちょっと乗ってみたいんですけれど、 JR の方が今回の場合は安いですからね、利用することはできません。
名鉄線も JR 東海も両方豊橋に通じていますが、スピードは JR の方が上回っています。名鉄と JR 東海では昔スピード競争をやっていたんですが、 JR 東海が最終的には勝ったのでした。さっきね、途中の大高駅でちょうど私の乗っていた列車の中でおばあさんが倒れ意識を失ってね、倒れましてバターンとか大きな音をして、おおと私もとりあえずすぐ車掌さんに言いに行ったんですけれど、でその後すぐに駅員さんが対応しておばあさんを連れていくというシーンもありました。お客さんたちもみんな何かできることはないかなとこう協力しているような感じでね、なかなかいい印象でしたが、列車はその影響で遅延、まあ仕方のないことです。ただね、駅員さんも素人だからしょうがないんだけど、倒れた方を外に連れ出してね、その後なんか立ってたようでしたけど、なるべくだったら救急車が来るまでは寝かせておいた方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。車内の非常ボタンが取り扱われ、急遽のお客様対応ボランス列車がございました。それにおきまして4分ほど遅れて運転をいたしております。お急ぎのところ列車遅れましてご迷惑をおかけいたします。JR 東海では遅れた列車に対して、列車遅れましてご迷惑をおかけいたしますと、迷惑をかけたという事実は言うのですが、それに対し申し訳ございませんとは言いません。実際別に JR 東海が謝るようなことが起こっているわけではないので、まあ、大したことはないんですけれど、本当にとんでもないことをやらかすと、さすがの JR 東海もきちんと深くお詫び申し上げますという言葉を使うので、そこの使い分けができているからかえって誠意を感じるものです。今着く豊橋からはちょっと内陸側への移動をします。豊橋自体もまあ海が近い町でちくわが名物となっていますが、山の方へ行けば油揚げが名物なんじゃないかな。大稲荷さん、豊川稲荷、実は神社ではないそうです。私の乗った新快速が遅れたので乗り換えの列車が少し待ってくれているようです。こういう場合は早く乗り換えた方がよろしい。さっき競合している JR 東海と名鉄の話をしましたが、しかし到着してみた豊橋では JR 東海と名鉄が同じホームに泊まっています。普通会社が違うのであれば別々のホームに泊まるんですが、名鉄側がこの豊橋駅に敷地を持っていないので JR 東海の敷地を曲がりするということをしているのです。だから今向かい側から列車が来ましたけれど、あの列車は今私のこの列車が豊橋駅を出発するのを待っています。名鉄と JR 東海とがそれぞれ豊橋駅に出入りをしたい、同時にそのタイミングが重なった場合、名鉄が待たなければいけないということになっています。今この列車が豊橋を出て場所が空きましたので、ようやくこの反対側の名鉄も今動くことができるようになったはずです。豊橋駅を出てからしばらく名鉄線は JR 東海と一緒に同じ線路を走って、そしてその先しばらくしてようやく分かれ道にたどり着きます。ここで確かその分かれ道となったと思うんですけどね、こっちが JR で右が名鉄、逆か、あっちが名鉄でこっちが JR ね、こういう風な複雑な形をとっているわけです。この上も名鉄線、乗ってきた飯田線はもともとこの豊川駅を終点としている短い鉄道でしたが、現在は長野県岡谷、そんな方まで行ってしまいます。松本の近くです。この豊川駅にもまた名鉄の影が見られます。 JR 東海は名鉄に近鉄、この辺りの私鉄会社と厳しい競争にさらされていますが、まあ、新幹線というドル箱があるので、そんなのはもう、はした金に過ぎません。まあこんな在来線なんかあってもなくてもあんま変わんないんじゃないかな。今日は動物の旅ということになってますけども、そういうテーマを設定したつもりはないんですが、解決ゾロリを思い出しますね。関連豊川稲荷、これ知らなかったんですけど、こんなやばいお祭りなんですね。豊川手筒花火、あれこれもう普通に体に当たってるようなんですけど、これ死なないんですね。人間は意外と丈夫だということがわかります。でこれが豊川稲荷の表参道のようですが、
これですね、バーンとここ、あ、なんか神社にしてはずいぶんね、なんかこう茶色いなと思ったんですけども、さっき言いましたように神社ではなく実は禅宗のお寺。豊川稲荷はお寺ですと言いましたが、このような鳥居もあります。多分皆さんもご存知だと思うんですが、神仏習合と言いまして、お寺と神社とまあどっちがどっちでもいいやみたいな、そういう、ね、時代が結構日本の歴史上長かったので、例えば今の私たちもお正月には神社で初詣をして、お葬式ではお寺に行って涙を流し、永遠の愛は教会で誓うみたいなことを平然とやるわけです。昨日は伏見稲荷に行きましたけれど、この豊川稲荷もまた江戸時代ぐらいまではずらりと鳥居が並ぶすごい景色だったようですが、明治時代、明治政府がいや、そんな神社とそれからお寺をもうごっちゃにするのはやめろ、天皇陛下のありがたい、まあ、今の、天皇陛下に続く歴史ある神社と、外国から来た仏教を一緒にするんじゃねえということですね、神仏分離令というのを出しまして、ここにあった鳥居はほとんど壊されてしまったようです。でここに残っている鳥居は戦後になって、そういう政権がなくなってからもう一度建て直したもの。しかし現在でもそのような名残で、赤い鳥みたいなものがないし、豊川稲荷という呼び名もありますが、正式にはやはりお寺ということになっています。なんかこうやって見ると長野県の善光寺にそっくりですね。どっからどう見ても私には同じにしか見えませんが、行ってみたらね、まあお寺なんだから当たり前ですけど、今朝来て坊主頭の人がいっぱいいて普通にお寺でしたね。でも稲荷とか言ってるからね、これよく知らないと手叩いてパンパンって二礼二拍手参拝の時にしちゃうんじゃないですか。事前の勉強が必要な神社です。神社じゃない、私も間違えたお寺です。でさっきも言いましたように、もともとここにはたくさん鳥居が伏見稲荷のように並んでいたんですが、現在それは全て撤去されています。明治時代になくなってしまいました。でその名残がこれです。伏見稲荷、昨日の動画見ていただくと分かると思うんですが、小田原市なんとかとかね、住所とかお名前がここに書いてあって、これなんかね、愛知県常滑市株式会社、こう書いてありますけども、こういうふうにですね、たくさん奉納してあるのは、つまり千本旗と呼ばれているもので、じゃあ鳥居がダメなら旗にしようと、このように、まあ、法律の目をかいくぐった、そんなところでしょうか。今ではね、別に日本政府がこれについて何も関与することはありませんから、またこれを上りではなく鳥居に復活させようと思えばできるんでしょうけれど、これが豊川稲荷の名物になっています。日本三稲荷の中の一つ。もちろん一つは伏見稲荷、この豊川稲荷と、もう一つは茨城県にある笠間稲荷です。伏見稲荷の千本鳥居は1体1本かな、それで17万5000円からということでしたが、ここはお財布にも優しい1本2000円。これだったらいいね。結構ね、人気もあるようで、隙間なくさせられています。で道の奥の方に来ると、このように狐の像が目につくようになります。結構たくさんあります。こんな風に。かなり数配置されてね、こうパラパラパラという感じですけど、赤い前掛けをしてもらってますが、この先が豊川稲荷の特に名物スポットなんだそうで、狐がずらりと並んでいる。この狐はね、ずいぶんニヤニヤしてるんですけど、あ、こっちはなんかさらにニヤニヤしてるな。こう口元、嬉しいことがあったんでしょうね。たまにこういうすごいブチ切れてるようなやつもいるんです。何そんなイライラしてんのと思うんですけど、あ、すごいなこれ。この奥の赤いやつ全部キツネですよ。インスタ映えスポットとして人気なんていうふうには聞きましたけど、実際来てみるとかなりすごい。これ誰もいないとちょっと怖いですね。こんだけたくさんキツネがずら、うわー、圧巻だ。全部でね、確か800いるとかなんとか、入り口の新聞のコピー掲載されてたのに書いてありました。そもそもなんで大稲荷さんで狐なのかっていうことなんですけど、もともと稲荷神社というのは、豊作の神様を祀っていたそうなんですね。で豊作、まあ、それからそれが転じて商売繁盛にご利益があるそうなんですけれども、狐がちょうどね、稲が実るような時期になるとなんかたくさん出てくる動物なんだそうで、でまた稲刈りが終わったりするとまた山の奥の方へ帰っていったりとかすると、だから狐はきっと豊作の神様の使いなんだと信じられていたので、それで神様の使いとして祀られるようになりました。で狐には最初なんかお米、まあ、やっぱ豊作の神様の使いだから、そこで取れたお米を奉納してたんだけど、あんまりお米は狐は好まなかったので、じゃあ他にいろいろ何をあげたらいいかなで、豊作の一つの、作物である大豆を与えてみたところ、大豆から作った油揚げを与えてみたところ、大喜びして帰っていったと。そういうわけで狐の好む油揚げを、稲荷神社に奉納する、お供えする、そういった文化も根付くようになったそうです。実際ね、野生の狐になんか油揚げとかあげるとなんか喜んで加えて持ってくるらしいですね。こんなにいっぱいこういますけども、一個一個違うけど、これも多分どっかこうお寺のどこかで売ってるところがあって、それを買って
名前をこう入れてもらったりして奉納するんだろうな。すごい数ですよ。じゃあこれにて帰りますが、まあ、よく見たら大きな上りもあそこに 2,3 つ立っておりまして、これもね多分もともとここにあった大鳥居の代わりとして始まったもんなんでしょうね、なんとも明治政府の圧力政策に対してけなげなやり方です。帰り道には東海道豊川の名物でもあります稲荷寿司、あそこが元祖だということです。店の人はね親切にいろいろ教えてくれましたが、豊橋に戻ってきました。この稲荷寿司の折り詰めを持っている人は結構たくさんいまして、袋の端から稲荷寿司と書いてあるこの箱が見える人はみんな、参拝帰りの客だと分かります。さてついに愛知県を過ぎ去り、今静岡県、ここはもう浜松市かな、向こうはあそこに見えている高いタワーのふもとが浜松駅です。ここは浜名湖のふもと弁天島駅ですが、随分この駅は変わった作りでして、こんな謎の柵に包まれた使うことのできない階段もあるし、ホーム上に自動改札が立っているというなかなか変わったところです。この地は地図でいうとこのようなところで、これよりも先が、まあ、太平洋というか駿河湾で、この手前にあるこちらが浜名湖です。もともと浜名湖は普通に湖だったんですが、地震でもって江戸時代ぐらいに海とつながるようになったそうで、このような河口もあります。でこの駅はね汽水なんですけども、海水浴で結構あの人気なので、観光客向けにホームがかなり大きくなっているんですが、ともかくここにこう鳥居があってね、景色のいいところです。もう夏も終わりましたんで、こんな砂浜さすがに海水浴客はいませんが、それでも観光の人は多いです。こんな感じでよく整備されていてね、また夕日の美しいところとしても知られます。残念ながら今日はあの夕日周辺にあんな感じで雲が来てしまってます。こちらがその鳥居ですけれども、あのここに何か神社があるわけではないんですが、多分ないはずなんですけども、あのこれは観光のシンボルタワーということで、あくまでモニュメント扱いで厳島神社のようなものが建てられています。厳島神社の大鳥居と同様に、潮が引けばあれはまた陸地の上に立つ鳥居となるわけです。裏にありますのは国道1号線のバイパスで、結構あそこを通ると早く行くことができます。一般道一度、今ではね交通鉄道 YouTuber になられましたけれども、トラッペットさんにあの車で、お連れいただいてですね、あの上から、ここの浜名湖をすべて見渡すということがありましたが、本当に素晴らしい景色でした。これもいい景色だけどね。本当はさっき豊橋駅のホーム上のベンチでゆっくりじゃあ稲荷寿司食べようかなと思ったんですが、どうせだったらいい場所で食べようと場所を移しここに来たのでした。ちょうどさっき詐欺がやってきまして、あの上に今止まって行き交う車を眺めております。いやー綺麗ですね。これ冬の時期になるとね、あの太陽の沈む位置がちょっと変わりまして、あの鳥居の中をくぐるように沈んでいくそうです。また浜名湖の名物といえば、私もこの日本一周の前にご紹介しましたうなぎが特に有名ですが、まあ、他にもやっぱこういう汽水港ですと、いろんなものが取れるわけでして、これ牡蠣の養殖ね、牡蠣もここの名物だそうです。また詐欺が飛んできたな。忙しそう、随分急いでるな。あれ詐欺じゃないのかもしれません。カモみたいでね。夕日とそれから湖越しの風を浴びながらですね、買ってきました。こういなり寿司ね、750円と結構いい値段でしたが、まあ、とりあえず、まずは元祖のものを食べたけど間違いないかなと思います。これはよいしょ、2種類がですね、あのこう合わせて入ってるんですけども、美味しそうだなあ。美味しそう、いい匂いもする。あのこれなんか名物のわさび、豊橋新名物みたいなやつと、それから元祖のね五目いなり寿司みたいなやつですが、新幹線もあそこでちょうど走ってるんですけど、見えます？あのそういうこう鉄道マニアに嬉しい場所ですね。食べましょう。まずは普通のやつから行くわけですけど、あ、裏はこういう感じなの。あ、これいいですね。こう炊き込みご飯になってるちらし寿司的な、うんうんうん、やっぱ見た目通りですけどね、あの味が染みてて美味しいわ。次このわさび、わさびが名物のところのわさびは美味しいと思います。私はあのわさびはいつも寿司ではサビ抜きなんですが、このねわさびのやつ、これめちゃくちゃ美味しいですね。あのわさび嫌いだから分かるんですけど、本当に美味しいわさびは美味しいと感じるわけですが、あのさっぱりしてて辛さがただ主張するというだけではなく、こう香りも素晴らしいで、これ、うん、五目のやつも美味しいんですが、これだけ食べてると飽きますんで、あのセットでわさびと五目のやつと半々のやつにしたんですが、まあいろいろ選択肢があります。わさびだけ6個とかね、五目大量とか、まああるんですけど、あのセットのやつをもしまた行ったら買ってこようかな。でこれ1号線バイパスからこっち見た時の景色が素晴らしいっていう話ですけども、あのちょうど前行った時のやつがあって、もうちょっとこれ見てくれます？それが一番手っ取り早いからね。はい、行きます。
まあまあまあこんな感じですね。綺麗でしょうね。この橋の奥、東海道線でこれからこの線路走るんですけど、この奥にも浜名湖がこんな風にこうなってると、まあまあ大体こんな感じですよ。なんか海水浴客がいっぱいいるからこの駅ホームが広くなったと理解してたんですけど、調べてみたらね、そうでもなかったみたい。このホームが広い理由はよく分かっていないそうですが、本当に大きいですよね。多分これ日本で一番大きいんじゃないかな、このホーム。ちょっと大きすぎるよな。これで次の目的地は浜松です。今日中に静岡まで行きたいと思っています。浜松市は静岡と並ぶ、まあさすがに静岡の方が大きいんですが、静岡県内で力のある町です。このモニュメント、ベルがたくさんついています。ヤマハとかね、まあ、そういう楽器メーカーがたくさんあるので、音楽の町としても知られています。そして反射的にやはり浜松といえばうなぎ、駅の裏にはうなぎ屋さん、まあ、至る所にありまして、私の行きつけのところでよく行くところはね、あの駅のあっちの下の新幹線の下のヨドバシカメラに入っているところなんですけども、まあ、今回はですね、うなぎを食べるお金なんてものは持っておりません。やっぱね、浜松のうなぎって言えばね、ブランドものですよ。高い、もう無理です。あの2000円出してもあの食べられませんからね。2000円ぐらいじゃ、まあ、あそこの吉野家かなんかあるんで、そこで780円の食べるって手もありますが、まあ、悲しくなるんですが、やめておきますが、もう一個浜松の名物といえば、かなりの有名ではないけれども、しかしいいものがあります。前にもご紹介しましたかね、あの浜松餃子、実はあの宇都宮が餃子では有名なんですけれども、餃子1位の町は浜松と宇都宮が毎年競り合っていまして、しかもどちらかといえば近頃は浜松の方が優勢のようです。これ今まで気づかなかったんですけどね、よく見たらあの16分音符ですね。これだったんだな、それは知らなかった。もうこれ確かに楽器の街をアピールしたくもなるわ。他にもあの航空自衛隊の基地がありますんで、自衛隊の街としても浜松は有名です。すごい木製みたいなのが回ってるわ。これ触りたくなっちゃうんですけど、触るなとは書いてないんでね。おツルツルだ。意外とお湯は冷たくありません。ぬるい。浜松も宇都宮と同様、戦後中国満州から引き上げてきた人が現地で教わった餃子の作り方、それを日本に伝えて、ちょうど折からの食糧難とマッチしたもんで広がったと、まあ、そういうことらしいんですが、浜松の餃子の方がねもちもちしててね、私はこっちの方が好きなんですよね。でこの元祖浜松餃子石松、まあ元祖かどうかは知りませんけども、ともかくここは美味しいということで、私はここの餃子を食べたことがありませんが、まあ間違いないでしょう。値段もそれほど高くありません。美味しそうですね。いい香りもして、これで600円。ここにもやしもついています。タレもね、一応浜松特製のタレということになって、これは宇都宮にも特製のタレはありますが、ちょうどいい時間だったんで、今日の最終目的地静岡まではホームライナー号で行くことにしました。この列車は特急用の車両を使いますが、特急ほど高いお金を取るわけではなく、300円で絶対に座っていくことができます。静岡県内で通勤をしている人はやっぱりなるべくね、混む時間の列車には乗りたくないし、そういう時間には座っていきたいですから、そういうお客さん向けの商品、300円のプラス料金で乗ることができます。東海道新幹線の場合は、この浜松から2つ先の静岡までプラス980円かな、まあそれも安いんですけれど、300円でこんな快適なやつで行けるならいいですよね。普通列車はこの時間やっぱり混んでいて、まあ隣の人との距離が近くなったり座れなかったり、そういったことが多いものです。この列車の裏側にね、ちょうど静岡行きが止まってますけど、あんな感じですよ、混み方は。ちょっとやっぱりね、混んでいて嫌ですよね、あの乗り方では。乗車券、定期券、回数券のほかに320円の乗車整理券が必要です。
まあ、ありがたいことに普通列車の中でみかん剥いてたら不審者ですけど、この列車の中だったらまあある程度許容されるでしょう。また一人でブツブツ喋るのも普通列車の中では、もう全く不審者ですが、この列車には周辺に今人がいませんので、そんなにおかしいことでもありません。このみかんたちはね、私のカバンの中でもう押しつぶされていたんですが、しかし本当に潰れてしまったものはいませんでした。結構圧力にも耐えるみたい。大塚製薬の工場かな、見えますけど、懐かしいですね。この間ポカリスエットもあるわ。徳島で大塚製薬の保養所みたいなところに行きましたが、あそこで働いている偉い人がたまに多分ああいうお家を使うんでしょう。この辺りは東海道新幹線と並行してまして、新幹線のお客さん向けに名だたる大企業が看板を出して、それで宣伝をしているわけですが、これはポーラー。最近ね、資生堂がアメニティ事業からなんか撤退しちゃったとかで、なんかポーラーがなんかよく出てくるような印象ですが、通過中のこの駅は愛のあんまり使ったことのない駅だな。まあ、このホームランイナー号は私が使うようなね、それなりの規模の駅はまあ大体止まりますんでね、次の駅は掛川。この間温泉旅館のご紹介をしましたが、紹介した旅館くらみ温泉の方からもご好評いただきまして、今旅館に泊まるとね、私の動画が見られるそうです。旅館に泊まると見られるのはあれだ、マタギの湯の方でしたけど、これですね、くらみ温泉、マサゴ館。ここでね、こんな私の顔がトップの一番上に出てる、びっくりだな。列車今新幹線に抜かれながら茶畑のたくさんある掛川菊川間を通過しているところ。さっきですね、これ浜松駅でも買ってきましたが、540円、ちょっと高いですけどね。名物のうなぎパイ、まあ、しかしミニうなぎパイとそれぞれいろんなお菓子のセットという売り方に変わったようです。うなぎパイだけでも飽きるし、サブレットのセットでもいいやと思ったんですけどね。ただちょっとね、気になるのはうなぎパイが前の方に入ってないんですけど、うなぎパイ、うなぎサブレ、まあ、割れちゃいましたが、うなぎパイ、うなぎサブレ、それからホームメイドクッキー、まあ、これ多分うなぎ関係ないと思うんですけどね。これはなんかあんまりあれだな、前はね、うなぎパイがもっとたくさん入ってたんですが、うなぎパイ2枚しか入ってないし、ちょっと少ないような気がしますね。まあ、これ私の勝手な憶測なんですけど、この辺のやつは単価が安いんじゃないですか、このうなぎパイよりも。だからこう1個あたりの、前540円でうなぎパイのミニサイズだけたくさん入ってるってやつ売ってたんですけど、今はねそういう商品はなくなってるんで、多分こういう安いのと混ぜて原価を安くして利益を増やそうという作戦に、まあ、打って出たんじゃないのかなと思います。まあ、きっとこれも美味しいでしょうけどね、うなぎパイ作ってる会社が出してるものですから。うなぎサブレはね、食べたんですけど、あんまり味は変わらなかったの。普通のサブレとどうなのって感じです。まあ、それはうなぎパイもそうなんですけどね、うなぎパイも独特な味がしますが、これは実は夜のお菓子と言われるゆえんでもあるそうですけれど、ガーリックが入っておりまして、その味は感じますが、うなぎの味は感じません。ただどちらにもうなぎ成分は一応入っているということです。今日はこの静岡までです。静岡には安いネットカフェ快活クラブがあり、姫路と同様に利便性がいいイメージだったんですが、この間姫路に行った時めちゃくちゃ値段が上がっていました。だからもしかしたら静岡のネットカフェも高くなっているんじゃないか、ちょっと心配です。今調べてみればいいか。あー、ダメだ、やっぱり値上げしてるよな。これも元々はね、12時間がこの2000円ぐらいだったんですけど、今9時間で2100円とか、そんな値段になってる。困るよねこれは。悩ましいな。結構な値上げですよこれ。まあしょうがない、とりあえずスターバックスがあるんで、ここで、なんかジュースか飲んでね、時間を潰して300円でいられますんで、それで10時になったら9時間プランを利用すれば、10時9時で明日の7時までは滞在できる。でも7時で終わりか、もうちょっとゆっくりしたいな。というわけでね、前に最長往復切符使った時もやったんですけど、久能山東照宮にあの時は行きましたけどね、登ってって、それでこの石碑の裏にあるマクドナルド、これ午前0時まで空いてますんで、ここで時間を潰した後ネットカフェに行けば0時から明日の朝9時まで滞在できます。まあ、そこまではいなくていいけどな、2、3時間ぐらいあそこで動画編集をやっていれば時間もすぐに経ちます。後ろにある建物は JR 東海静岡支社。古い建物の中、 JR 東海の管理職の人たちも頑張っています。いやー、でも快活クラブは値上げはしてますけど、あそこにねこう存在する通り結構また店も増えてきてるんですよ最近。だからまあ調子はいいようなんですけどね、まあ、だから値上げしてるってのは、別に値上げは悪いことだなんて言いませんよ。私だってね、セビロチャンネル有料化するかなんて話よくしてるわけだし、ただねこの金額でね、もう12時間3500円とかで、まあ、土日祝日の値段ですけど、これはこれだったらホテルの方が安いのいっぱいあるんですよね。そんなに使う人いんのかなと思うんですが、まあいるからやってんだろうな。 J
じゃあ、まあ今日はこの辺までということで。